エドガー・ジー・ウルマーはアメリカ合衆国の映画監督、恐怖の回り道を手掛けたことで知られている。1904年9月17日、オロモーツに生まれる。マックス・ラインハルトと共にアメリカ合衆国へ渡った。彼はユニバーサル・スタジオにてセットデザインを手掛けたほか、ドイツでは FW ・ムルナウ監督の映画のプロダクションデザインを手掛けた。1930年、 ロバート・シオトマクとの共同監督による日曜日の人々で映画監督デビュー。1934年、ベラルゴ氏とボリス・カールオフを主演に迎えたホラー映画、黒猫がヒットする。その後、カール・レムリの老いの妻だったシャーリー・カスラー、アレクサンダーとの交際により、メジャースタジオから排斥される。ジョン・ワーナー名義で、西部劇、サンダー・オーバー・テキサスを監督した後、 ニューヨーク州へ渡り、イディッシュ語の映画や公衆衛生のドキュメンタリーなどを監督する。1942年より、B 級映画専門スタジオのプロデューサーズリリーシングコーポレーションにて数々の作品を手掛ける。1944年、ジョン・キャラダイン主演のホラースリラー、青ひげを監督する。1945年、トム・ニール主演のフィルムノワール。 恐怖の回り道を監督する。1964年の第二次世界大戦ドラマ、ザ・キャバーンを最後に監督業を引退する。1972年9月30日、カリフォルニア州にて死去。ありがとうございます。